前、私は一人で初めて日本へ旅立ちました。そして私はこの旅のほとんどは個人の家に泊まりましたが、奈良の変わったところに2泊しました。皆さん、それはどんなところでしょうか？はい、それはカフェだったんです。そのカフェのマスター、ヒロさんは若々しい外見と性格の人で、とても46歳に見えない愛情あふれる2人の娘の父親でした。彼は16年も勤めた会社を思い切って辞め、カフェを開店し、そのカフェで世界中の人々とつながりたいと思っていました。私がカフェに泊まった時、パトリシャさんというスペイン人の女性も泊まっていました。彼女もヒロさんと同じように長年勤めた実りのない仕事を辞めていたのです。彼女はなんと世界を回るというロマンあふれる夢を実現して、外国でとても幸せな日々を過ごしていました。そういうことをする度胸もなかった私は、華奢な体に巨大なバッグを背負うパトリシャさんがとても大きく見えました。でも彼女は旅の果てに人生をどう進めばいいか分からなかったのです。するとヒロさんが彼女にそっと、一歩一歩くじけぬように前進すればいいんだよと心のこもった言葉をかけました。その言葉は私の心に深く染み渡りました。実は私も今までの人生の中で一番自信が持てない危うい時期だったのです。時間を無駄に費やし、将来何をしたらいいのか途方に暮れていたのです。全くやる気の出ない私は、課せられた課題すら手につかないありさまで、危うく留年するところだったのです。まるで暗闇の中でうずくまっているようでした。ところがふとあることを思い出したのです。そうです、卒業旅行のために日本へ行くことを決めていたんです。そして訪れた日本は新しい体験のホープでした。飛騨高山で雪に触れ、咲き慣れる桜と富士山の絶景に感動し、鎌倉では大好きなメロンパンがトンビに盗まれた体験も全て自分がその瞬間に生きていた証として今も鮮やかに蘇ってきます。そして温かいヒロさんの言葉は私の心に、そうだそうなんだと強く心に響き、私がこれまで積み重ねた思い出を実感し、思わず涙ぐんでしまったのです。日本への旅の後に私は世界地図を買って部屋に飾りました。旅の虜になった私は夢を持ち始めました。いつか私は陸路でヨーロッパへと考えています。夢をいつでも目の前に見ることができるように地図を変えました。今地図で日本を見るだけで活力がみなぎってきます。日本は私の心の中で特別な場所となりました。もし日本へ行かなかったら、不毛な過去から未来へと踏み出すこともなく、このステージに立つことすらなかったでしょう。次に日本を訪れるときはヒッチハイクで最南端の佐田岬から最北端の宗谷岬まで行きたい。そして世界のどこであろうと、長い道のりを一歩一歩自分の足で踏みしめながら、豊かな自然と優しい人々との触れ合いを楽しみつつ、試練を乗り越えて私という人間の魅力を高めるきっかけにしたい。一歩一歩、そして一期一会、私の物語は始まったばかりです。ご清聴ありがとうございました。